はゴー。さあテレビはゴーのコーナーです。まずは火曜日、火曜ドラマ君が心に住み着いた。中身はおばさんってこと？いい意味で、いい意味で、いい意味でってごろぐらい意味のない言葉ないって中村あんちゃんにとったね。確かに、いい意味でっておっさんくさい、うん、いい意味でだよってやだもんね。何いい意味でっていい意味でってつければ何でも許されると思っちゃいかんね。大間違いだね。だけどきっとそこ本音だもんね、うん、まあそんなとこから始まりましたよ、はい、で今回かなり動きがありましたね。ねえ、まあ、やっぱ最終回に向けてかな。そりゃそうだ。だって三つ編みのマフラーほどけましたねっていう東郷の必勝ドラゴンズさんとか、吉崎さんかっこよすぎですって五郎丸ひろきさんとか。吉崎さんになりて、吉崎さんに会いて。あ、会いたい。好き、私も会う人。こう明らかになったからね。吉崎さんは名古屋の人だよ、あんた。でしょ。名古屋だったね。名古屋弁全然出えへんがね。そりゃそうだわ。私だってあんたと喋ってなかったらそんなに名古屋弁出ないよ。だけど嬉しい時とか感情が入った時は絶対出るはずだ。なんだってって。そうだって、わかったって言うはずなんだわ。何がだってって、会社の若い人に行ってもわかへんだって言うはずだもん。やめときゃやめときゃって言うよね、うん、吉崎さん言わへんだ、絶対名古屋じゃないなって。でもあれ名古屋って言った時にもみんなとえーってなったよね。テレビ見ててマジで名古屋臭いところがないもんな、冷めちゃうな、ああいうことすると。あ、いいじゃん別に。東京でいいがね、必要ないもんね。てか別に埼玉とかさ、そうそう、横浜とかでいいんだよね。なんで急に名古屋にしたのね。本当だわ。わかる。まあしかしあんちゃんもさ、昔より好きって自分でやっぱあのひょどこから自分やっぱ欲しいんだろうね。もう一回取り戻したい。っていうかなんであの子なのって思うんだろうね。そりゃ自分からしたらいい子だけど、あんちゃんも そうやって言われた時は吉崎さんもあのストリップの映像を見とるわけだよ、ひょどこの。そう、ほんでやっぱりお前がいいって言っていかんのだ ね。助けたいと思った、好きだから。はあ、ほんであのバーテンダーは悪い顔するね。あれ星野じゃない、星名とどっちが悪いかっていうぐらいだね。そう、本当にあんたがいい人でいられるのはあんたがぬるーく、あのぬるーっていう顔、うん、ぬるーく幸せーにのあの顔もうちょっとで白目向きそうなあの顔憎たらしいって思うぐらい演技がうまいんだな、あの。そうだよね、嫌な人で。しかしこのドラマ悪い顔する人余計おるね。後ろ向いたら悪い顔になった。そう、星名もそうだし、来週星名のお姉ちゃんも出てくるし。星名のお姉ちゃんも怖いもんね。怖いよ、うん、来週なんてクズって星名に向かって。ていうかみんな悪い人になってきたじゃん。そう、飯田ちゃんも。そうそう、飯田ちゃんも悪い人になってきちゃった。飯田ちゃん俺好きだったのに、なんか悪いかもなってきたな。あのビーフシチュー作る姿好きだったん俺。だけどもうダメだね、編集者の為末も。そうだ、ね、自分が好きだからってあんなこと言ってかんわな。言ってかんな。来ないわ、ショック受けてましたよって言って、あんな映像見せたらかんわ。どうしたらみんな悪い人になっちゃうんだねえ。あの岡井久美子さんもちょっとねえ悪い顔だな。昔は可愛かったけどね、まあ、ねえお母さんその人誰言わ。そう、ほんでそのお母ちゃんに来週会いに行ってさ、うん、何が狙いなんだろうね、飯田ちゃんは。ねえ、あの人と仲良く組んでも意味ないことない？なんか聞き出すんかな、あるいはなんか言うんかな。で顔を整形したっていうことが分かっちゃうのかもしれんね。あ、これ何、あのねじねじがターニングポイントだな、やっぱあの中尾明取る取らんが、うん、ねえ鈴木紗理奈さん言っとったかね、うん、中尾明のファンやめたんかいって。やっぱ鎖骨が出ると可愛いね。そりゃそうだよ、鎖骨が出ると可愛い。あんなでもねじねじは取りにくいね。いいのって言ってちょっと間がねえ、ねじねじもうねじねじすぎるもん。じゃあねじねじの前にさマフラーしとったからね。でコート着とったもん。そうね、倒し込んだはええけど、そのマフラー取るときにこの裏シューってこう摩擦で熱いからね。俺熱ないかしら思った正直。ちょっとそこで冷めちゃったんだけど。熱いよね。ほんでネジネジネジ、熱いっていうかもう痛いよね。そう、ネジネジを取ってからまたそれもさ吸って取らなきゃがね。また痛い、ほなまた痛いって熱いってあれ女性気をつけてよ、室内は取らなきゃんって。部屋に入ったらまず取らなかん。コートを脱いでマフラーとかスカーフは取る。そう、でもしかしたらっていう時はそういうのはもう全部取り除いといて。そうだね、ね、うん、ほんで来週ですよ
星野は僕から、あの俺からね、卒業、したかったら一日デートしろ言って、うん、今日のことデートするし、なんか膝枕みたいな、そうで、この笑顔に何回騙されたことかって言ってやっとったね、うん、ほんで飯田ちゃんは逆恨みでもう巨道子に一緒にハンバーガー食べに行ったか知らんけど、ハンバーガーに何か刺しとったぐじゃーんって言って、何やるか分かんないわよっつって、怖いわ、怖いね。で星野は死にてーって言っとるし、うん、これもうわけわからんドラマだけど、なんか楽しみになっちゃう、こうね、瀬戸朝香と紗理奈だけが割と普通だね、普通、うん、これもうあのデート姿も見られちゃうんだよ鈴木先生に、うん、っていうことはあの吉崎さんにバレちゃうしね。そうだね、来週楽しみ、すごい変わってきましたね、うん、そして金曜ドラマはアンナチュラルです。ないかな、 UDI ラボ、いいドラマですねって、ダイナマイト不愉快さん、チームワークというか絆というか、そういった面も見えてきて、ドラマのストーリーも切なくて今回も泣いてしまいました。なんつったって50代ですからねって、まあ、どんでん返しがあったでね、うん、ほんであのゴミ屋敷の屋敷さんね、うん、あのミッキーカーチさん、はい、ナチュラルな芝居で最後さねえ、あの将棋に俺は負けようと思っとんだけど、所長、あんたんとこの所長が弱いもんでって言って、うん、ほんでいよいよ負けて引き取って奥さんの遺骨を、うん、宮子お帰りって言って、あれ骨壺を抱きしめとったが、たまらんかったね、うん、あれたまらんかった、ね、さあドラマの内容でございますよ、はい、で雑居ビル火災でね、うん、UDI ラボに10体の遺体が運ばれてくる、うん、身元不明ね、うんうん、で、1番から10番、10番までとつけられる、うん、で11番が、命からから助かった人が1人おると、うんね、でその、助かった人のシャツに血液がついとる、うん、それが9番だと、うん、で最後まで9番わからんかった、うん、それが判明するわけですよ、ね、町田さんいう人、うん、町田三郎さん、うんうん、ほんでこの町田三郎はね前科を持っとるんだな、うん、ほんで、後頭部に叩かれた跡があると、うん、でもしかして殺されたんじゃないのか、うん、縛られたロープの跡もある、うん、この人を殺して殺すのを隠すために放火したんではないかって言っとったんだけど、うん、ほんでお父さんとお母さん田舎から出てくるがね、ほんで横着いことばっかしやがってと、うん、このボンクラ息子、殺されるなら殺されるで一人でくたばれ、おめえのせいで9人も死んどるんだ、この罰当たりのろくでなしがって、ほんとろくでなしだな、うん、と思っとったら、うん、さすがね、このサブロー、殺されたんじゃないや、事故にあったん、バックドラフトで吹っ飛んで手すりに打ったもんで後頭部に怪我があった、ほんでそのロープの縛り跡、うん、みんなを救助した後、何人も何人も救助したもんで跡がついとった、消防士が使う背負い搬送縛りっていうのをやっとった、その縛り方ね、そう、それを聞かされたお父さん、私は消防士でした、ロープは私が教えました、覚えとったんやなサブロー、まあ、ダーダカダーダダーダカダーダカって言っとった俺こうなるで家族と見れんだ俺、だけどそうなるよね、まあ、あの役者さんもありがとうございましたって言って帰ってとったね、まあこれよう泣いた、そして来週いよいよ中堂の恋人高津屋一子さんの殺した犯人が明らかになるのかも、うん、金魚、そうです、うん、なんでフリーの歌詞記者のあの獅子堂、はいはい、あの高津屋一子さんの次回作ピンクのカバの絵を持っとったか、うん、なんで持っとるの、あんた犯人じゃないの、赤い金魚の、跡がある遺体発見現場に獅子堂はおった、獅子堂か犯人はっていうところで来週見逃せんねこれ、まあそんな簡単には終わらないと思うけどね、まあそうだね、うん、このドラマも、うん、の最初よりもどんどん面白くなってきて、もうハマってきたね、そして泣けるもんね、よう泣かされる、なんかやっぱ死とね直面した時のね、うん、そうだしさ、やっぱそのトリックっていうかさ、うん、実はこうだったっていうのがさ、そうなんかこういう風に分かってくると、うん、その本当に世の中でね起きてることも、うん、なんかもしかしたらそこに本当に、ね、死人に口なしではあるけれど、はい、何があったのか聞いてあげたいって思うこともある、ね、屋敷さんに、うん、たまたま奥さんは心不全で亡くなった、うん、私たちはたまたま生きとるんです、そうそうだね、本当、ね、全くその通りじゃん、しっかり生きよう、はい、そして日曜劇場 99.9
です。はい。はい。今回ね、遊びが多すぎるもんでも。プロレスファンには。何回も見ないかんだわ。プロレスファンにも親父ギャグ以外に楽しめますね。トランキーロあっせんなよ。ね。ですね。うん。と本人さん出てくるし。25分拡大バージョンだし。今回ね。うん。で 99.9 おなじみの遊びポイント。はい。まあ、これ後ほどたっぷりとお送りしますが。はい。じゃあまずストーリーからね。そうです。うん、尾崎先生の弟裕太くん。はい。殺人犯に。うん。はめられとったねこれ、うん、これはめとったのはなんと、うん、お世話になっとった寿司屋の大将、うん、ほんで2年前の事件も実はた、はめられとった。自分で自供しちゃうんだ。それなんで自供しちゃうかっていうと、一番の信頼しとったお姉ちゃんが疑っとったんだな、うん、ほんで姉の尾崎先生ですよね、そこにわざわざこの寿司屋の大将来る、うん、それなんで来たかというと、姉が一番弟のこと信用してないもんで、あんた巻き込みはうまくいくと思ったのに、やーっとったな。龍来たさ、こう分かったな、最後。おでこから血たらー流して。怖いね。いい役者は怖いね。本当だよ。うん、で、昔とは違いね、今は弁護士ですよ、お姉ちゃんね。うん、そしてそこに、深山や、佐田先生がおるもんで、チームの一人。一員ですよ、うん、ほんで弟裕太くんを救いました。そして兄弟の絆も元通りという、うん、めでたしめでたしということでございましたが、今回事件現場になった、立川北の商店街、うん、ね、お遊びポイントよ、うん、ここからですかね。これタバコ屋主役のダンカンさんの師匠立川談志さんと北野武さんなんでしょうか。そうだね、特命特ジュースさん、やっぱりそう、タバコ屋の店主ダンカンさん、うん、他にもこの商店街のお店、うん、浅草喫茶、お浅草キッドさんね、うん、マキタスポーツ用具店、うん、あったね、うん、つまみ枝、うん、じゃつまみ枝豆腐店、言えば つまみ枝豆っていくしね、うんうんうん、あと万内接骨院ガダルガダル歯科ラッシャー板金、すごいな、割烹技男優、へえ、ね、いろんなところ、なんかタバコの中にダンビートルふん転がしっていうの、そうダンビートルって書いてあるの、うん、タバコ屋の看板にね、それねふん転がしっていう意味なの。これダンカンさんの以前の芸名なんだって。そうです、武志軍団の時のね、みんなよく知ってますね、名前がふん転がしですから、うん、元の芸名は落語家さんだったから立川一門なの、うん、ああそうかそうか、でこっちね、そう立川ダンカンなんだね、うん、本当はね、うんうん、ほんでまだありますよ、三又又蔵、うん、の殺人現場ね、うん、ジョーダン不動産っていうのは、うん、ジョーダンズだもんで、うん、あーそうかそうか、そうそうそういうこと、あと顔はめ、看板ね、うん、ネットコマーシャルあったね、やっぱりたけしさんだね、あとひょうきん族の懺悔室の神様もある、はいはい、ね、こういうとこがすごいあるもんでさ、何回も見なかんかったで、今回だんだんスタッフもなんか楽しくて遊び始めるのかな。そうだってさ、うん、何回も何回もビデオやらんと見えんだわ、そこちょっと隠れとるもんね、この辺この辺って言ってもう一回見るね、そうそうそう、あとイザムさん出てきたね、パクチーイベントすみれえらいことなっとったね、偽お姉になっとったね、すごい ね、 ね、片かな子の新曲ルージュの伝言ではなくてルージュの天丼だったね最後に佐田先生が尾崎先生の弟裕太に紹介した、うん、新たなここで修行しなさいって言っとった寿司屋さん、横山屋寿司っていうとこなんだけどこれね横山屋寿司なんだ、絶対すぐ分かるけど、ほんで、店主が西川清、ね、先代はもう亡くなられて相棒がやってますんでって言ってここで修行してくださいって、ね、そのまんま、ね、まあちゃんと落ち着けましたね、うん、で明日でございます、はい、佐田先生が逮捕される、うん、一体なんでということでお楽しみに、はい、テレビは GO のコーナーももう佳境にまたね入ってきますからね、はい、皆さんも一緒に楽しみましょう。